アマユーズは、兵庫県天が崎市出身、元保育士の女性デュオで、シンガーソングライター。ピアノとギターで弾き語り、フォークの香りが残る楽曲と心地よいハモリが定評。ピアノ担当、ギター担当は決まっておらず、ライブ中に楽器をチェンジしたりする。バラード系やアップテンポの曲もあり、癒しと躍動感が持ち味。また、お客さんとの掛け合いや振り付けもあり、 みんなが笑顔になるコンサートを行う。神戸市長栄短期大学保育課在学中に知り合い2002年6月22日ホークリオのアマユーズを結成。ネーミングの由来はア・アマ・ユーズを合わせたことから2004年3月に短大卒業とともに保育士になるため解散し保育士を数年経験する2007年に芸能事務所 オフィス振興株式会社にスカウトされ、音楽の世界へ。その後、年間100本を超えるイベントやコンサートを行い、2009年5月にケイミュージックより全国デビューし、オリコンにも練習登場。ラジオやテレビなどメディアにも多数出演のほか、ポスターモデルや新聞コラム掲載、旅番組、グルメのリポーター、警察署の1日署長など、 ミュージシャンとしてではなく、タレントとしても活動している。保育士の経験を活かし、保育園、幼稚園コンサートや、小中学校コンサート、障害者施設、高齢者大学の講師も行っている。2011年11月には、天ヶ崎商工会議所100周年キラキラ PR、大使、2015年には、日本遺産、大阪府、竹内街道横尾 PR 大使、 2016年には、天ヶ崎市市政100周年 PR 大使、2018年11月から、天ヶ崎市選挙 PR 大使、2020年11月から、大阪国税局管内で、初の広報大使を、天ヶ崎税務署で任命される。また、楽曲提供も幅広くいっている。ハット・アマユーズに、100周年キラキラ PR 大使を、異植甘崎商工会議所、 ちびっこヒーロー、アマユーズの心、2019年2月18日閲覧、マッシュアップ、2010.6、24、協定アマユーズハット FM 甘がさき番組表記12時12時45分。ありがとうございます。